青コーナーよりジョシュ・バネット入場。さあ、若きアルティメットチャンピオンジョシュ・バーネットが入場してまいります。赤コーナーより柿原正人入場。さあ、優の魂を胸に秘め、柿原正人が入ってまいります。
たい。ガジェット組み合った、強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。起こした。ダイブ。あっと、クリーンヒットか。ああ、強烈ですよ。組み合った。コーナーリフト。ニーリフト強烈。いけるか。あと逆に返した。小手掴んだ。ブロックした。ハイキック。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。腕をフックした。打たせない。バックルで倒した。おっと、外した。いけるか。フロントから落としていった。おっと、ノックアウト。コーナーより選手入場。さあ、最強の称号を胸に秘め、平成の格闘王が入ってまいりました。赤コーナーより選手入場。さあ、驚異のレスリングモンスターが入場してまいります。桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。あっと、キャッチした。テイクダウンを奪います。抜けてまいります。腕をフックします。パンチで返します。ハイキック。組に行きます。返してまいります。フロントに捉えます。膝を使ってまいります。ソバットを放ちます。ショーダを磨きます。ダウン、ワン、ツー、スリー。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。
一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。あ、なるほど。ちゃんとディフェンスした方がいいですね。綺麗に入りましたね。2、3、4、抱えます。させません。行くのか。ヘッドシザースで返します。己の強さのみをタヌキに追求する姿はまさにシューターといったところでありましょうか。得意のキッカンサブミッション攻撃、その切れ味は今夜もますます冴え渡っています。ローを打ち込みます。あっと、そのまま倒します。外してまいります。エルボー、蹴りをぶち込みます。ロックアップ、あっと、そのまま投げてまいります。起こします。蹴りを見舞ってまいります。フロントに捉えます。打たせません。ローキック。落ち着いていきたいですね。焦りは禁物ですよ。え、慎重にいきたいですね。抜けてまいります。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。エルボーを入れていきます。テイクダウン。外してまいります。組みに行きます。グラウンドに持っていきます。行くのか。そのままグラウンドに持っていきます。腕ひしぎに取ります。ロープブレイク。キックを打っていきます。抱えます。2位を蹴り上げます。掴んだ。キックをコンビネーションで打っていく。うれしい逆十字の体勢。フロントからのキック、組み合います。ハンマースルーをさせない。ロックアップ、逆に倒します。引き起こします。おっと、ロックアウト。頂点を虎視眈々と狙っております。この男、気合満点の入場シーンだ。赤コーナーより佐野拓磨入場。ヘビー級戦線殴り込みを目指すこの男、佐野拓磨が入ってまいります。山本
小鉄。頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。掴んだ。強烈に打ち込みます。ロウを打ち込みます。組み合います。グラウンドでの攻防に持っていきます。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。逆に返します。ロックアップ。あっと、そのまま倒します。掴みます。頭突きを打ち込みます。さあ粘着質よろしく、締めに転じてまいります。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも肌の色つやがいいですよね。これは調子がいい証拠だと思いますよ。ああそうですか。ハンマースルーをさせない。打ち込んでまいります。乾いた音が館内に響きます。そのままグラウンドに持っていきます。あっと、キャッチした。レッグロックに持っていった。ロープに逃れました。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。行くのか。テイクダウンを奪います。バックからスリーパーに入ります。おっと、逆に捉えた。そのまま倒してまいります。パスしましたよ。はい、グラウンドの打撃効果的ですよ。はい、抜けてまいります。組み合います。ハンマースルーをさせない。行くのか。逆に投げてまいります。抱えます。耐えます。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。メキシカン式の締めを見せてまいります。ロックアップ。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。バット返します。キチンシンク胃袋攻めです。かかとをロックしていきます。ヒールホールド。腰を落とします。リバースで返します。張ります。ローを打ってまいります。オクトパスが絡みついてまいります。組み合います。切り返します。張ってまいります。組みに行きます。返してまいります。掴みます。キックで返します。今のは完全に力で持ってきましたよ。いや強引に倒しましたね。行くのか。テイクダウン。ラフサッポーに転じます。そのまま倒してまいります。パンチで返します。させません。パンチで返します。ストバックに突き刺さります。させません。マウントを取ります。足を絡めます。外してまいります。ガードをちゃんと上げた方がいいですね。危ないですよ。はい、打たせません。ローキック。ロックアップ。切り返します。ドロップキック。乾いた音が館内に響きます。やっ、打
腕をフックします。打たせません。ロックアップ。リング上はバッティングの体勢。5ミニッツ。頭を掴んで、あっと逆にキック。ガジェット組み合った、あっと返した。グラウンドの締めに転じる。あっとキャッチした。掌底を打ち込む。引き起こす。リバースで切り返した。おっと逆に捉えた。させません。組み合った。あっと逆に返した。いった。ロメロスペシャル。残り試合時間3分。いけるか。逆に返した。いけるか。グラウンドバンジに持っていった。すごい音がした。あっとキャッチした。逆にパンチ。腕折りに持っていった。痛いですね。外した。腕を回した。打たせない。掴んだ。強烈なキック。キックものすごい。腕を取った。
180センチ、100武器、キドーオサーム、キドー伊織、山本小鉄。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。あっと、キャッチした。バックに回ります。足を狙ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。キックを打ってまいります。テイクダウンを奪います。張ってまいります。蹴りをぶち込みます。ダウン、ワン。そのまま倒してまいります。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、ブルブルして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。フロントに捉えます。2位を突き上げます。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ。膝を入れていきます。キックアンドサブミッション攻撃に自信を持っておりますこの男。まさにそのファイトスタイルは U を進化させたものと言っていいかもしれません。さあ、今宵もこの男が鋭いナイフのような攻撃で相手を一周していくのでありましょうか。スープレックス、強烈ですね。ダメージありますよ。はい、逆片指固めに移行してまいります。腕をフックします。パンチで返します。行くのか、逆に倒します。ラフ殺法に転じます。張ります。フロントからのキック、ロックアップ、フライングメイヤー、スリーパーホールドに入ります。乾いた音が館内に響きます。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。掴みます。キックで返します。組み合います。ボディスラムです。足に照準を絞るのでありましょうか。組みに行きます。ハンマースルーをさせない。小手を打っていきます。行くのか、返してまいります。逆に捉えた。させません。小手、あ、危ない。相当強烈ですよ。抱き起こす。危ないですね。はい、おっと、外した。頭を掴んで、あっと、逆に蹴っていった。あっと、逆にキック。ランニングでクブリカートラップ。キック、ものすごい。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー。あっと、逆に腕を取った。フロントキック、小手タック、外した。あっと、逆に返した。ガチッと、あっと、倒していった。バックに回ってスリーパー。テイクダウンを奪った。ブロックした。外した。いけるか。あっと、返した。小手を打ち込む。あっと、逆に倒した。起こした。ハイキック、ダウン、ワン、ツー、
世界最強の称号を引っ提げ、この男がやってきた。赤コーナーより選手入場。さあ、来日を果たしてまいりましたこの男、注目の入場であります。頑張れ！ゆるる15分一本勝負を行います。青コーナーオリジナルレスラー、ガンガンいけ！頑張れ！赤コーナーオリジナルレスラー、虎徹頑張れ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組に行きます。対角線に飛ばした、ラリアット、エルボー抱えます。ストマックを狙ってまいります。行くのか、フライングメイヤースタンディングを取らせます。あっと、叩きつけてまいります。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。キャッチした、顔面を捉えます。エルボードロップ。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですよね、まあレスラーっていうのは練習することが仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習するっていうことは要は自分の体を守るっていうわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。組み合います。切り返します。相手の距離に入んない方がいいですね。間合い取りたいですよね。あっと、そのまま投げてまいります。さあ、早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした脅威のパワーモンスター、ナンバーワン外国人の座を星淡々と狙ってまいります。顔面が歪みます。鉄拳を見舞います。ガードします。腕を回します。後頭部を捉えます。肘を打ち込んでまいります。強烈に打ち込みます。パンチを打ち込んでまいります。掴んだ、全体重を浴びせた、アバランシュホールド。抜くのか、あっと、膝十字で切り返す。組み合った、正面から投げを見舞った、ビッグバンクラッシュ、察知した、首根っこを掴んだ、バット逆にキック、ボディアタック強烈、ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー。あっと、ここで試合を止めた。
青コーナーよりゼロワン選手入場。さあ、味のあるベテランがやってまいりました。会場のファンも大歓声で迎えています。赤コーナーより新日本プロレス山崎和夫入場。注目してまいりたいと思います。このあたりラフに転じてまいります。組に行きます。コーナーに振ってレッドバットの連発を打っていきます。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。腕を捉えます。腕折りに移行してまいります。ロックアップ、そのまま投げてまいります。行くのか、テイクダウンを奪います。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああ、なるほど。腕を取ります。脇固めに移行してまいります。組み合います。グラウンドに持っていきます。ストンピング、蹴りつけてまいります。己の強さのみをタヌキに追求する姿はまさにシューターといったところでありましょうか。得意のキッカンサブミッション攻撃、その切れ味は今夜もますます冴え渡っています。掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。掴みます。キックで返します。あっと、キャッチした。バックを取ります。あっと、逆に脇固めで切り返す。足を抱えます。ローを打ってまいります。ちょっと効きましたよ。はい、ちょっとグラッときましたね。あっと、返します。組に行きます。そのままグラウンドに持っていきます。バックに回ります。スリーパーホールドに入ります。つかみます。頭突きを打ち込みます。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。蹴りをぶち込みます。ロックアップ、
逆に返します。キック攻撃を担います。させません。サイドを抱えます。エルボーを入れていきます。足に照準を絞るのでありましょうか。組み合います。返してまいります。行くのか。切り返します。足を取ります。レッグロックに持っていった。バックドロップの体勢。あっと膝を十字で切り返す。腕を捉えます。返してまいります。足を取ります。ドラゴンスクリューで倒した。チキンウィングに固めてまいります。ロックアップ。逆に返します。ラフ殺法に転じます。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。バット返します。ヘッドバットを打ち込んでまいります。行くのか。切り返します。組みに行きます。逆に投げてまいります。そのまま膝十字に移行する。ガジェット組み合った。コーナーに振って2位を突き上げる。足を取った。足を打ちつけていった。ローキック。あと逆にキック。張り手。足を抱えた。残り試合時間5分。ひねって倒した。ドラゴンスクリュー起こした。ジャーマンスペックス。あと連続で持っていった。Oh!
校のガンガンいけオリジナルレッスン頑張れ頑張れ赤コーナー180センチ87キロコテツ行け運命のゴングが打ち鳴らされました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手のまなざしご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。正面から投げを見舞います。腕を取ってまいります。パンチであります。いや序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。そのまま膝を決めていきます。翔太を見舞います。掴みます。ストマックを狙ってまいります。ローを打ってまいります。膝へのキックです。行くのか、フロントから落としてまいります。バックに回ります。簡単にはいきません。組み合います。アマラス式で倒してまいります。腕不思議に取ります。この田村清が提唱する UWF スタイル、それは膠着のないスピーディーなサブミッションレスリングであります。さあ今宵もその田村の UWF スタイルは我々を魅了していくのでありましょうか。マウントを取ります。的確に入ってますね。はい、決めれませんね。上を取ります。下から返してまいります。スイープしてまいります。ガードを取ります。逆に上になります。外してまいります。小手ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ロックアップ、逆に返します。腕不思議に飛びます。小手を打っていきます。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、キックで牽制していきます。自分の距離で戦ってますよ。いい感じですね。はい、相手に入らせませんね。間合いを嫌ってまいります。飛びついて足を取った。顔面に小手を見舞います。前蹴りで牽制してまいります。させません。腕を捉えます。抜けてまいります。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ストマックへの攻撃であります。膝十字固めに持ってまいります。ロックアップ、切り返します。小手組みに行きます。首を絞り上げます。キックで間合いを取ります。あと返します。パンチを打ち込んでまいります。キック攻撃を見舞います。掴んだ、ガードします。飛びついてそのまま足を取った。
と逆にアキレス腱に持っていった。いいタックルですね。体重がうまく乗ってますよ。あ、そうですか。ブロックします。顔面に掌底を見舞います。マウントポジションですね。下から切り返します。マウントに移行します。残り試合時間5分。ガードします。抜けてまいります。ハイキック、一気に決めていった。ここでロープブレイク、ガジェット組み合った。首を決めていった。狙ってますよ。あっと、ストマックのあたり、マウントに移行した。滑りますかね。はい、逆に上を取った。これは厳しいですね。はい、パスガード、ガードポジションに移行した。スイープで切り返す。ストマックに突き刺さった。ガードの体勢、マウントを取った。スリーミリーズ、下から切り返した。逆に上になった。おっと、外した。打ち込む顔面、アキレス腱を決めに行った。小気味のいいジャブを打っていく。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー。打っていく。さあ、腕しぎの体勢だ。組み合った。締め上げていった。2位を突き上げる。あと、ガブった。バックに回った。ガードポジションに移行した。させません。ガードした。ブロックした。想定、あっと、クリーンヒットか。あー、強烈ですよ。ワン、ツー、次のダウンがファイナルダウンとなります。いけるか。あっと、返した。ここでゴングがランドされます。を巻き起こす男、ノーフィア高山義弘の入場であります。
痛い。頑張れ。ゆるる15分一本勝負を行います。青コーナー、ガンガンいけ、オリジナルレスラーハーブ、いけよ。赤コーナー、山いけ、196センチ、125キロ、高山、高山よしひろ、頑張れ。山本小鉄、高山。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕をフックします。膝を入れていきます。フロントに捉えます。フロントからのスープレックスに転じます。掴んだ、ストライクを狙ってまいります。胴を打ち込みます。掴みます。ストラックへの攻撃であります。あっと、そのまま倒します。ガードします。掴みます。2位を蹴り上げます。ダウン。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。モンゴリアンチョップ、小刻みに入ってますよね。これは読まれてますね。はい、懐に入るスピード速かったですね。これだと相手はきついですよ。一瞬でしたもんね。組み合います。返してまいります。膝十字固めに持ってまいります。行くのか、逆に返します。ローキック、テイクダウンを奪った。動きがちょっとなくなりました。動きが止まってしまいました。させません。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。あっと、マウントからのパンチ、ストラックに突き刺さります。あー、マウントパンチ、馬乗りからパンチを浴びせる。抜けてまいります。組みに行きます。逆に倒します。バックからスリーパーに入ります。腰を落とします。打たせません。テイクダウン、外してまいります。ロックアップ、逆に投げてまいります。抱えます。耐えます。そのまま倒してまいります。抜けてまいります。組みに行きます。ハンマースルーをさせない。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。いやらしい顔面へのキック、強烈に締め上げてまいります。ロックアップ、あと逆に返した。腕をフックした、外した、タックルで倒した、あと外した、タックル外した、あ、捕らえたか。これはダメージありますよ。巻き投げで切り返した。抱えた、
おっと外した。息を整えたいですね。え、マウントに移行した。読まれてますね。はい。あー、マウントパンチ。させません。あっと、ボムに持っていった。起こした。ハイキック側頭部。ダウン。ワン。ツー。スリー。フォー。ファイブ。いけるか。5分。バックを取って。ファイブディスセーフ。と返していった。裏アキレス固めに移行する。フロントに捉えた。5人に力を持っていきましたね。ダウン。ワン。ツー。アマルス式のタックル。逆に上になった。馬乗りからナックルを入れていく。ダメージありますよ。はい。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。逆に上を取った。ブロックした。あっと外した。バックで倒した。パスガード。ガードした。後ろから切り返した。外した。フリーミーズ。おっと